何何何かこうやるんですよ、ほっかっちゃって、ほっかっちゃって、あでもいいですか、あかけるんですか、あでもなんかやられてる人の手つきあのベーグルとかは作るんですって、そうなんですね、そうありがとうございます、どんくらいですか、そんなもんで、あで野菜をトッピングしてもらって好きな感じで、じゃあこっちに持ってきたいんじゃない、プレート全部乗せるの、作るっていうか、え全部だと思ってました、あそうなの、わかんないですモリモリになりそうじゃない、アスパラは確かにそうです、うん、でも作り方がすごい簡単で、あそうなんですね、これを先に、はい、3分クッキングみたいに先にこれをやっちゃいます、はい、でこれを焼いて、うわもう熱い、すごい、これでやっちゃいます、はい、このベラでこれをパッから折りたたむ作業をすると、これですか、はい、折りたたむ、はい、あ、そうです、そうです、そうです、これがパンチっていう作業になると、そうなんだ、こ、はい、れですか、それくらいで、これがパンチ作業、これがパンチで、さっきの、あ、さっきの、あの状態に次は入れて、分割してもらっちゃっても、うん、分割？カードみたいな、あ、なるほど、本当に白い台でこれ台、あ、うん、それか、で、これがこれで、はい、6等分ぐらいの大きさで、うん、もっちりしてる、すごい柔らかそう、柔らかすぎて、すごい、でもこれでもちゃんときちっとパンチになってて、ちょっともらっちゃいますね、ビーフリチューかちょっと違いますちゃんとキキになりますもんね、はい、ここまでペタってならないですね、ベーグルは手にくっつかないって言ったもんね、ちゃんとね、さちゃんと固まりますね、うん、手でこねるんですか、はい、ベーカリー欲しいんですけど、それをチームの人と話したんですけど、やっぱ手でこねた方が美味しいよって言われて、手でもういいや、もうベーカリーと思って手でこねるようにしてます、お家で、はい、やります、すごいですよね、ちょっとなんか30度のところで、あーちゃんとちゃんと、でもやっぱパンとかってやっぱその40度くらいのやつでやった方がいいんですか、水、うん、40度くらいで、で55度以上になるとイースト死んじゃうから、45度ぐらいのちょっと修行みたいな感じでなるとすごく美味しくできるので、冬場とかすごい冷たくなっちゃうから、そうですね、でちょっと置いてトッピングして焼くとまたできる、すいません、ありがとうございます、出してもらっていいですか、すいません、待って選手にお願いしよう、贅沢な、いや、どんどんやらせてください。何でもやらせてください。なんかトントントンがさ、パン屋さんっぽいよね。本当に大きい台だったらもう毎日作っちゃう。あ、そう。じゃあ台をご自宅に作ってもらって。でもオフシーズンしかできないですよね。試合中は。はい、完成、なんかふわふわ感がすごい伝わる、なんかプルプルしてる、どうなんだろうね、なんかすごく水分が多いパンだから、ちょっといい、あ、ほんとだ、コーカス、コーカスね、いや、トッピングが美味しそうけど、わー、すごいです、食べやすいようにもうちょっと半分、ずいぶん膨らむんですね、
ト繊維で今日油屋パン屋さんでそのプロテインを使ったパンを作ってきたので皆さんにぜひ食べてもらいたいなと思って、このまま1個で、はい、なんで皆さんにプレゼントします。キヨラ一緒に行くんです。あ、ちょっと YouTube やってるので、ちょっとチームの宣伝しときますやばい、みんな、あ、顔出したくなかったら顔隠しといて。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、みんな、もらったトレーナーが3人です。あ、トレーナ ー, トレ ー, ナーあ、学生トレーナー。最初はグー、じゃんけんぽい。負けた人ちょっと離れてきな。そうだね。負けた人。あ、めっちゃ落ち込んでる。勝った人。何人いる？あ、敗者復活戦じゃん。敗者復活戦。敗者復活戦じゃん。あと3人かな。あと3人。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、何人？あ、3人ここで、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。よう考えるね、みんな。確か負けたの？負けたの？ユニフォームの紙じゃん。ガチ嬉しい。ゆうちけさ、腕に書いてもらえる。かわいい。ちょっと待って、伊吹さん、あなた何を狙ってるぞ。早くなるよ。いいの、スタバのタンブラーに。大丈夫で、全然全然。はい、ありがとうございます。キーグローブ、キーパーグローブ、それは無理だ。イブ、はい、なんか中川だけ、はい、みんな、あれ、あ、トレーナーの人がないの、なんだスマホね、弾いちゃうんだわ。あ、なんかこれの方がいい。なんかアキくんみたいな人ね。はーい。はい、ありがとうございます。いいや。かっこいい。いいよ。もう並んじゃって。はい。かわいい、かわいいね、見方が。白はラッピーやね。あ、ファッションは？あ、
場所もらった？そう、行けなかった。ありがとうございます。キッパ出身の子です。お願いします。ありがとうございます。うちのチーム何聞くんだっけ、まず足のサイズ。足のサイズはスパイクは 25.5 で、ダウンシューとかスニーカーは 25cm です。おおなんだ。誕生日は8月13日です。え、この間弟です。身長は 170cm。 昨日、私これ聞いてもいい？先週皇后杯予選ちょっと大人のチームに負けて、まあ、結構準備をしたんですけど負けてしまって、大事な試合の前とかってどういう過ごし方したりとか、どういう気持ちの持っていき方とかしますか？大事な試合の前はもうとにかく自分は今日やるべきことを頭の中で整理して、今日はこういうプレーがしたいから、まあ、スカウティング映像とかがあったらスカウティング映像とか見て、相手はこういう感じとかを見て、自分がやるべきプレーとかを頭の中で整理して、まあ、とにかく落ち着くことを自分は意識してプレーしてます。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。これからも私たちも頑張るので、ひよりさんも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。